はい、ワンピースが大好きな神木です。海賊島八の巣がめちゃくちゃ熱いわけなんですけれども、ちょっとですね、私いろいろこう考えていて、まあ妄想レベルなんですけども、もしかしてこれあるんじゃないかっていうのをちょっとひらめいたんですよ。なのでそれをですね、今回話していくんですけれども、これですね、割と辻褄も合ってくるんじゃないかなと思うんですよね。そしてガープ生存説にも、まあ、希望が湧いてくるところがありますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。ズバリ、王直は海軍の特殊任務中説です。はい、にわかには今信じられないかと思うんですけれども、いろいろとつながってくるんですね。ぜひ最後までよろしくお願いします。王直は蜂の巣にいる。はい、皆さん王直覚えてらっしゃいますでしょうか。その名前だけが出たという人物なんですけども、まあ元ロックス海賊団のクルーの一人ですね。ロックス海賊団もうすごいメンツですからね。ロックス、金獅子の指揮、キャプテンジョン、ビッグマム、百獣のカイドウ、エドワード・ニューゲート、銀部、まあ銀部も名前分かってないんですけども、この名だたる強豪たちと共に紹介された海賊の一人がこの王直ですね。でこの王直というのは、どうも黒ひげの前に海賊島八の巣っていうのを牛耳ってたようなんですよね。そしてロッキーポート事件にこう関わっていて、黒ひげに倒されたということまで分かっております。まあとにかく海賊島八の巣というのは、もともとは王直が拠点にしていて、そこでロッキーポート事件があって、黒ひげが王直を倒して、黒ひげが新たに拠点にしたと、そういうところまで分かっております。で思うんですけど、あの月光守はもう蜂の巣に来て、倒されたかな、殺されたかなと思いきや生きてたわけなんですよね。投獄されてたわけなんです。サボも拉致して、そして生かされて投獄されておりました。つまり黒ひげというのは、何も相手を倒したからといってイコール殺すにはならないと思うんですよね。つまり王直というのも、現在海賊島蜂の巣に投獄されている可能性というのはすごく大きいんじゃないかと思います。海賊島蜂の巣の謎回収か。はい、なぜですね、王直がそういう風に、まあ、海軍に加入して特殊任務にね携わってるんじゃないかということが頭をよぎったかというと、まあ、その発端というのはですね、海賊島蜂の巣のちょっとした不可思議なところなんです。はい、というのもですね、海賊島蜂の巣、一つちょっとですねおかしいところがあると思うんですね。それが狙われていないということです。皆さん考えてみてください。海賊島蜂の巣ですからね。しかも元ロックス海賊団が拠点にしていた場所ですよね。場所が分かっていて、海賊がたくさんいるということが分かっている島なのに、海軍から長年狙われていなかったのはなぜでしょうか。しかも最近の話で分かるように、海賊島八の巣というのは海軍の支部がすぐそばにあって、そして行こうと思えば行ける、もう海軍からすると場所を把握されているところなんですよね。もちろん四皇のようにものすごい強者であったり影響力を持つ人物であれば、その人物が拠点にしている場所を狙うというのはリスクがあるので、海軍もなかなかしないと。まあワノ国であったりホールケーキアイランドがそうですよね。まあそれはわかるんですけれども、この王直は一海賊ですからね。他の海賊は島を転々としているので狙いようがないかもしれないんですけども、王直に至っては海賊島八の巣を牛耳っていた、拠点にしていたわけで、いつでも狙おうと思えば狙えたわけです。そして王直のみならず、その島には多くの新進気鋭の海賊たちがいると思われますので、海軍の立場からすると海賊を捕まえる格好の場所でもありますし、どうにかしなきゃいけない島だと思うんですよね。それなのにずっと放置されてる感じがあります。これがどうやったら成り立つのかなというところから、ちょっとこの話はスタートしてるんですけども、こういうことはありえないでしょうか。まあ、王直というのは元ロックス海賊団ですよね。当時ものすごく悪名高かった海賊が海軍に加入するというのはですね、ちょっと考えづらいとは思うんですけれども、しかしロックス海賊団というのは考えてみれば寄せ集めなんですよね。何もロックスを慕っているわけではないですし、他に慕いたいという人物が目の前に現れたら、そっち側に行く可能性もあると思います。また七部海の例もあるように、海軍というのは活用できれば海賊すら活用するんですよね。ということで王直のことを海軍が活用しようとそう考えればですね、ヘッドハンティングのような形で、まあ、スカウトですよね、という可能性はありえないでしょうか。つまり、ゴッドバレー事件で壊滅したロックス海賊団、これが38年前ですね。そして船長を失ったロックス海賊団はチリジリになりますと、まあ、ビッグマムもカイドウもそれぞれ分かれていきましたよね。しかし王直だけは海軍により打破されたと、まあ、海賊として海軍に捕まったのかもしれません。しかしそこで、まあ、ゴッドバレー事件にはガープが関わっておりますので、ガープに拾われたりとかですね、実は王直がそんなに海賊してなくて、実は海賊にそんなに固執はない人物であったり、無理やりロックス海賊団に入れられていたような人物であれば、ガープはそれを見抜いて、こいつは海軍に入れるぞと、そういった経緯があったと。そしてまあソードでもいいと思うんですよね。ソードとして海軍の任務を遂行、海賊島を治め
ため危険な海賊が来たら報告をせよとかですね、あえて海賊っていうのをたくさん集めて、これからものすごくキーポイントになりそうな人物を海軍にリークしてくれみたいな、そういう任務をしていたのかもしれません。まあソードでなくてもコラソンのように特殊任務という位置づけでそういう人物がいるというのは全然おかしくないと思われます。あえて海賊が集まるところを作り、まあ多くの海賊をおびき寄せていたと、まあそこで一網打尽にするのも良かったんですけれども、まあ長いスパンで海賊の情報を得続けるために横着は海軍に入り、そして海軍のために任務を遂行していたと。だから海賊島だったというよりも海賊島にあえてさせていたということなんじゃないでしょうか。まあいろんな情報も集まるでしょうし、いろんな海賊も来るでしょうし、そういうことができるのであれば海軍としてもかなり今後の動きをする上で重要なポイントだったと。大きな海賊の流れを実は海賊島から得ていたということは考えられないでしょうか。ガープ横着同盟、はい、今言ったようなことがもしあればですね、今ガープというのは確かにピンチなんですけども、まあ、黒ひげ海賊団としてもおそらく殺しはしないんではないかと思っております。まあつまりですね、黒ひげというのはコビーを拉致した時に自分の黒ひげ王国の建国のために、まあ、人質材料みたいな、まあ、側面がありましたので、まあ、ガープの方がその人質としての価値は高いのでガープを交渉の材料に使おうとするはずなんですよね。つまり人質としてガープは蜂の巣の中に投獄されるんじゃないかと思います。でもしそうであればまた一つの可能性が浮上しますよね。そうです、王直と出会うということなんです。そもそも王直とガープというのはゴッドバレーで面識はあるはずなんですよね。まあ戦ったりしてたのかもしれません。というか先ほど言ったように王直というのはガープにそこで出会って、そしてその人物像に惚れて海軍に誘われて海軍に行っているということもあるのかもしれません。まあもしそうだったら熱いですよね。思えば今ガープがピンチなのにすごく笑っているのも、あれも少し余裕が感じられるところもありますよね。であれの正体というのは王直がそこにいるというのを知っていて、自分が王直と出会うことがあればこの状況を打破できるぞと、そう思って余裕が生まれているというところもあるのかもしれませんよね。まあ王直と会うことでガープは海軍へ今から帰還できると、まあそういう未来が待っていると嬉しいなという話でした。はい、まだまだわからないところあるんですけども、なんせ王直というのは謎なんですよね。その名前だけが出てシルエットも全く出ていないということで、かなり謎な人物なんですけども、しかし重要な人物であるというのも間違いないですよね。そして先ほども言ったように海賊島蜂の巣の謎、海軍の支部に近くて海賊がいっぱいいるのに取締りが行われていないというのは、取り締まりができないわけではなくて、あえて取り締まりをせず海賊を集めるために海賊の楽園にしてしまっていると、そういうことがあるのではないかという話でした。ちょっと妄想強めなんでいろいろ抜けがあると思うんですけれども、皆さんが思うところがあればコメント欄にぜひ書いていっていただければなと思います。それではどうも最後までありがとうございました。